明日に投開票を迎える自民党の総裁選挙は、石破、高市、小泉氏の3人の候補が激しく競り合う情勢となっています。中継です。はい、決選投票を見据え、各候補は一定のまとまった票を動かせる重鎮や派閥の領収に支援を要請するなど、最後の追い込みをかけています。自民党内では地方からの人気が高い石破氏が 党員票を手堅く固め決戦に進むとの見方が強まっています石破陣営の幹部は今朝の選対会議で必ず1位だと確信していると強調しました高市陣営はこれまで全国各地で講演して支持を積み重ねてきたとして党員票では一定の結果が出ると見込んでいます一方、当初本命候補とみられていた小泉氏は直近の世論調査では失速気味となっています 陣営関係者は決戦に残りさえすれば勝てるとして、議員票に勝負をかけています。その議員票について、ANN の取材では小泉氏が60弱を固めて大きくリードしています。一方、高市氏は旧安倍派を中心に40前後、石破氏は無派閥議員などから40弱の支持を得ています。決戦投票を見据え、 麻生派を率いる麻生副総裁のもとには、昨日までに小泉氏や高市陣営の幹部が訪れ、支援を求めました。また、旧岸田派の幹部や安倍派の議員らがそれぞれ会合を開くなど、議員間の情報交換も活発になっています。これから決戦投票での連携に向けた動きや駆け引きもさらに激しくなっていきます。